はい、金本さん、引き続きコースで検証なんですけど、こうもうやっても仕方ないじゃないですか。わかんない。コースの方が雰囲気変わるかもしれない。まあね、この間はもう1150ってコースの方がしなり感感じるっていうお話もありましたからね。いや、とはいえですよ、インドアでね、115モーダースウェッジ115通常仕様と、先端1インチ、カットした仕様と。良さを消した仕様ね。そうそうそう。いや、僕が消したわけじゃないですよ。僕が消したわけじゃないです今よ。この辺入ってるんでしょ。そう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 。決して真似ししなないいででくくだださいっい。って。ていう仕様と、まあ、115モーダースウェッジの良さが消えてしまってるという結果になったわけですけれども、それを実際ね、コース持ってきて、改めてモーダースウェッジの良さを体感していただこうという回でございます。なんですけど、まあね、せっかくクラブにしてあるし、コースで使ってなんぼだから、ちょっとこれいろんな場面からね、フェアウェイ、あとバンカー、ラフもいろいろありますんで、打ち比べていただいて、あ、やっぱこういうことはしない方がいいねっていう注意喚起の動画でございます。提案があります。最初にこっちから行きましょう。ああ、わかりました。あ、そうですね。そうですね。いいのを打って、ほらダメじゃんっていうよりも、あ、そうね。これになれ。これを基準として、こっちね。わかりました。じゃあ、それで、早速、じゃあ、フェアウェイから、35ヤードぐらいですかね。35。35だけど、あそこ、コブみたいのあるよね。あそこがちょうどね、30ヤードぐらい。おー、ナイスアプローチ。ちょっと刺さりかけました刺さりかけてたね。静かな顔してたんだけど、あっって思ったんだよね。ああ、大きい。こういうなんか、ショート、大きいとかっていうのって、昔の動画でなんか やった記憶があるな、なんか。まあ、ありのままをね、お届けしないといけないんで、後で目つちはしておきますから、思う存分やっていただいて。なんだろうな、自分の中だとあの感じで言って、ヘッドがスッてボールのとこに来てくれてる感覚なのが来ないのね。で、2球目の時は、あ、来ないんだと思ったから、自分で入れに行ったの。そしたら飛んじゃったじゃない。だから次また緩めたら手前に 来たの。これで同じようになったら、それはシャフトではなくて自分がいけない。そうですね。でもスピンのかかってる感じが、ほら。ね、もうほね。ら同じぐらいの入り方だったの。最初のとかはターフかっちり取れていくんだけど、これは 取れないでヘッドがすって前に行くの あ、シャフト動くとこうなるんだなっていうのがよく、ほら、乗っかってるもんだって、明らかに。ターフの取れ方が違うな。うわ、めっちゃいいアプローチやん。こっちの方がいいよ。いいでしょ。やっぱいいものはいいんですよ。なんだろうね、ツアーをウェッジにそのまま使ってる時とはまた違う刺さり方 なのね。刺さって重くドンって前に行くんじゃなくて、刺さって止まっちゃう感じになるから。だから自分で買っていけばいいんだ。ほら こんな難しいことやるそんな、毎回できますか？ れで距離を合わせることは1回でなかなか無理でしょ
自分でインパクトは緩めない。あー手前来た。でもまあ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 、まあ、悪くはないですね。はい、ラフ、うん、じゃあ次ラフ行きましょうかね。はい、じゃあ続いてはグリーンそばまで来ました。ラフ若干逆目。若干若干逆目でもほらちょっとこもっとこっちでもいいんですよ。この思いっきり逆目のところでもはい、かなりの逆目。これクラブじゃなくて打ち方がうまいか下手かなのかもしれないよまあその感じはありますね。うん、まあ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 上手に打たれますね。こうやってだから強く打たなきゃいけないっていうか緩めちゃいけないところは平気なのかもしれない、はい、そうですね。はい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 、ほらあーナイスアプローチ。緩めないで加速させなきゃいけないところはまだちっちゃい振りだからなんとかなる、うん、はい、あーでも明らかにこっちの方が球は拾うな、うん、あのそれは強く入れて拾うっていうよりもチップカットしてある方は衝突させていくイメージ、草をかき分けていってボール衝突させてロフトで上げて転がしていく、はい、だから球もちょっと強めに出る、はい、でもチップカットしてない普通の方はこの逆目のところでもちゃんとボールのところでシャフトが最後にポンって上に持ち上げていってコロ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 いく、打ち方変えてないんだけど球が明らかにそういう球にこうやって音も違いますね、うん、なっていく、うん、なるほど。だから安心感は全然やっぱこっちだね。それだとすごい強く入れなきゃっていう感じが出るから、うん、はい、だからこっちの115のウエッジの方だったら、うん、まあ今全然なんていうのかな、そんなに高く上げないで足出そうと思ったんだけどちょっとこうやって少し左目を置いてボールをこうやって、うん、持ち上げてってあげようっていうのも全然できる雰囲気になる、うん、それこっちでやってみてもらっていいですか。同じ打ち方を開きました、はい、ちょっとだけ開きました、はい、左ボール置きましたはい、ありがとうございます。やらせたかったんでしょだこれだったら、はい、これだったら開きました、うん、左置きました、うん、小さい振り幅でって、あーいいっすね、ナイスアプローチ、うん、こう加速キーワードはキーワード加速、うん、そっちは、はい、こうやってちょっと優しくね、うん、トスする感じになる。わかりました。じゃあ次バンカー行きましょうか、はい、さあ続いてはバンカーなんですけど、はい、雨上がりで下ちょっと硬そうですね。硬いです。おー惜しい。やっぱ硬いけど、はい、だからこう振るやつは大丈夫だね。そうですね、ただ振るやつ大丈夫だねって言うけどこれだったら別にツアーでいいんだよね。うんそうなんですよこれだったら別にこれでわざわざ大変な思いをして、うん、あー飛んじゃった、左飛んじゃったけど、いや、うん、そんなに違和感はない、うん、でもツアー115でいいじゃないですか、うん、でウェッジ、うん、あーちょっと前行く、明らかに、はい、今のは自分の中で手前に入ったの、うん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 、手前に入って、うん、そうだな、先が硬いウェッジだったらそのままブスってなりそうだったのが、うん、綺麗にボールだけちょっと拾ってったから、うん、イメージよりも球が低めに出て飛んだ、うんうんうん、あ、うん、違う違う、
こうやっていくから下が硬い時にボードを飛ばしやすいっていうか、はいはいはい、飛んじゃう、飛んじゃう、こうシャフトがこういくのと、はい、下が硬くてバウンス当たってつるんって前に滑るのが、うん、プラスアルファで飛んじゃう。ちょっとその切ってある方もいい。これがちょっと開いてバウンス出しててあげて、ここからもう大げさにこういう感じで入れてもこうやって、うん、こういう砂の飛び方をしてくれるんだけど、うん、先を切ってある方は開いて同じ入れ方をするとこうやって下に行く感じになる。なるほどね、うん、明らかにだからそれって、うん、先端の挙動の違いじゃないですか、うん、だからここの硬い砂、まあ湿った砂の時には、うん、今こっちの先切ってある方が、うん、結果的には良かったんだけど、うん、別にそれでそれが分かっていればこうしててそんなに振らないでこうやって打っててあげればいいだけだから、うん、それでスピン入るし、うん、全く問題ない。だここは優越つかないかな。あ、なるほどね、うん、バンカーはね、うん、これ最後、はい、クリちゃんはどうしても先を切ったやつは嫌なわけでしょ。うん、嫌ですよそれ。うんって言っちゃった。それは嫌ですよ。だから、まあ 先を切ったやつ、はい、これ、はい、これ嫌だよね、うん、これはね、うん、ふんってあの辺に行きたいよね。はい、なのでじゃまずは切ってある方。はい、うん、あ、思ったより行っちゃった。でもやっぱ球自分でイメージしてるよりは強いな。あー、惜しい。球は強く出ますやっぱり、うん、だから柔らかい球打つのは、はい、自分で。そうなんですよ。でもともとやっぱ PGA の選手たちも普通のツアーのシリーズとかで球が強く出ちゃうのは嫌だと、うん、それもあってモーダスウェッジができたっていうのがあるので、それの良さを消したのがこれです。結果的にはだよ、はい、あそこ行ったけど、うん、この距離でスピンの入ってる感じが全然違ったね。全然違いますよ、うん、がこうシュルルルルルルっていく。あのラフで打った時これは衝突、はいはい、衝突させて、はい、バンって出る、うん、これはポッて。決してこのモーダスウェッジがもうすごく優れて、うん、素晴らしいシャフトですって言いたい、まあ言いたい、それも言いたいんですけど、うん、それが言いたいわけじゃなく、むやみにチップカットをするっていうのはやめてもらいたいなっていうのがあって、やっぱ性能を殺しちゃうじゃないですか元々の。今みたいに先の柔らかさでスピンの安定だったり、うん、ボールを拾ってあげていくような感じを出すのであれば、うん、モーダスウェッジで重量を変えて使えばいいし、はいはい、逆に先端が動かなくって、はい、自分でコントロールをしたいのであれば、はい、ツアーのウェッジを入れればいい、はい、そうしていただければ、より快適に使っていただけると。じゃあウェッジはアレンジしちゃいけないんだね、モーダスウェッジは、うん、そうですね。やっぱその好き好きあるじゃないですか、うん、フィーリングの好みとか当たり方も含めて、うん、それに合わせてしっかりこう衝突させるイメージとか、うん、そういうのが欲しければツアー使ってもらえばいいし、シャフトの先端の仕事、うん、っていうのがすごくよく分かった、はい、特にバンカーで、うんうんうん、この湿ったバンカーで打った時の、うん、ある程度ほら負荷かけてるじゃないですか、うん、その時にバンって前に行く感じがとってもよく分かった。だからそれを長所として取ってあげて使えるのか、はい、短所として考えるのか、うん、自分にとってはね、うん、
ていうのでしっかり選んであげればいいんだなっていうのがよく分かる、はい、あのチップカットどうこう抜きにしてもね、そうですね、はい、あの絶対にやらないでくださいってのがここに出てる、はい、もう絶対にやらないでくださいね